ケンタロウファミリーの勝利だ。ほがらかに笑った。それではレンタロウくんと記念撮影をする人を決めましょうか。ちょうどいつでも王様ゲームができるようにくじを持ってきたんです。なんても持ち歩いてんのよこのインダンピンク。割り箸の先に赤い印のある人が当たりですよ。そう、すべては計画通り。ブーケトスの過酷さも、みんなで協力しなければ勝てないことも私には分かっていました。そしてブーケトスの前に提案したこのくじこそ私の最大の計略。このくじの当たりにはごく微小な切り込みの目印がつけてあるんです。それがゆえの割り箸だからといって、くじを用意した私が一番に引いて当たりを出しては怪しまれるから、まずは別の人に一度くじを引かせて、次に私が引くという算段です。そしてその人とはナノさん、あなたです。効率を求めるナノさんはいつも自分に最も近いくじを選ぶ。つまり当たりくじがナノさんから遠い位置でシャッフルを止めれば 100% 当たりは引かれない。皆さんごめんなさい、でも私はどうしても今日あの夢を。それではまずナノさんからどうぞ。全員一緒に引いた方が効率的。読み誤った。そんな、ナノさんの効率はこの私の予測をも上回っていたというの？そんなのもはや人間じゃ。人生なんて全然こんなもんよ。逆逆、心の声出てんぞ。やったやった、本当にあの夢が叶うんだ。それは大好きなレンタロウとお花のドレス着て写真撮りたかったのだ。絵に描いたようなダダ。大丈夫ですよ、また機会はありますから。また来月来ましょうね。嫌なのだ、ドレスで写真撮るまで帰らないのだ。ああ、そっか、そうだ、この記念撮影は私なんかより他の子が撮るべきなんだ。その方がその子にとってもレンタロウくんにとっても大切な思い出になるんだから。薬先輩、そんなに撮りたいなら私の代わりに撮ってもいいですよ。えっ、ちょっとはかり、あんた熱でもあんじゃないの？うわありがとう、大好きなのだはかり。やっぱりいいのだ。え、なんでですか、遠慮なんて。そんなんじゃなくて、薬はレンタロウのこともハカリのことも大好きだから、きっと大好きな二人が一緒に写真撮ってるとこ見るのもとっても楽しいって思ったのだ。わがまま言ってごめんなさいなのだ。ほら、そうと決まったらさっさと撮ってきなさいよ。あの、じゃあみんなで一緒に撮りませんか？はあ？みんなでなんかいつでも撮ってるでしょ。いえ、みんなで撮りたいんです。みんなで。それでは撮りまーす。じゃあ、皆さん笑顔で。3、2、1。どんな風に撮れたか楽しみなのだ。写真はすぐに現像してくれるって。ありがとうございます、レンタロウくん。ずっとずっと夢だったんです、このドレスを着て大好きな人と写真を撮るのが。レンタロウくんと出会ってから今日まで本当に毎日毎日幸せで、まるで夢の中にいるみたいでした。そんなの俺の方こそだよ、いつもありがとう、はかり。一つだけ、わがままを言ってもいいですか？なんだよ、一つだけなんて水臭い。はかりのお願いなら、何個でも聞くよ、俺は。レンタロウくん、私とお別れしてください。